明日13日の夜から14日未明は双子座流星群観測のチャンスです。空の条件のいいところでは最大1時間あたり55個前後の流れ星が見られる予想となっており、また月明かりの影響が全くない好条件と言われています。放射点のある双子座は東京では18時頃から昇り始めます。ただし流れ星観測の際は放射点一点にこだわる必要はありません。どっちの空を眺めても見られるチャンスは変わりませんので、できるだけ街明かりや建物の影響を受けにくいところを広くぼんやりと眺めて空を見上げてみてください。ただし気になるのがお天気ですよね。見えるかなマップを見ていきますと、日本海側ほど難しそうエリアになっています。広く雲が広がったり雨や雪となりそうです。一方太平洋側は晴れる地域が多くなり、チャンスありバッチリ見えるという予想のところがあります。夜は冷え込みますので、流れ星観測の際は万全の寒さ対策を行ってください。